皆様、オラカルロスです。今日はですね、この板ゼラチンを使いまして、いちごのスイーツを作っていきたいと思います。何分ですね、初めてですので、うまくいくかどうかはわかりません。まずは、板ゼラチンを氷水の中でふやかしていきます。これ板ゼラチンって言うんですけど、私、昔、板前修行をやってみました時に、いたずら持ってきてって言われたんですよね。いたずらってなんだろうと思ったら、いたゼラチンなことでした。で、なんでいたずらって言うんですかって言ったら、ん？このいたゼラチンっていうので、こう、煮こごりとかそういうものを固めて、いたずらするからいたずらって言うんだよって言われたんですけど、本当なんでしょうか？ちょっと、業界広いですか？皆さん、板前やったことのある人は、そんなこと聞いたことありますか？謎ですね。そうしましたら、いちごをヘタをカットしていきまして、いちご、フルーツ、ゼリー、巨大なやつをきれいに並べながらやっていきます。はい、並べ終わりました。こちらは小さい方は味見用に作っていきます。そうしましたら、水に砂糖を溶かしながら、50度、60度ぐらいにならないとゼラチンが溶けないということなので、温めながらゼラチンを溶かしていきます。で、これちょっと失敗かなとは思ってはいたんですが、板ゼラチン10分から15分で戻りますよって説明書には書いてありましたが、どうも戻らないです。20分ぐらいやった方がいいのかなというのがカルロスの感想でした。お湯にゼラチンを溶かしていきます。あ、砂糖が入ってますがね。で、少し温度が高そうなんですが、いちごに少し熱を加えることによって甘みを引き出そうかななんということを考えております。やはりゼラチンが少し塊が出てしまったので、網に通しながらやっていきますが、なんでそんなでかいのしかないよ、カルロス。道具はちゃんと揃えておきなさい。教わんなかった、板前やってた時に。教わりましたが、なりぶんケチな私、あるもので代用する癖があります。ダメだよ。そうしましたら、冷蔵庫で2時間ぐらい冷やしたら固まる、そうなので、冷やしていきたいと思います。そうしましたら、2層目の牛乳プリンね、2層目をきれいに紅白で彩りたいって考えて、牛乳に砂糖を入れたものを温めまして、またゼラチンを加えて固めていきたいと思います。牛乳が温まりましたので、ふやかしておいたゼラチンを投入しまして、きっちりと溶かしていきましょう。やはり2回目の方がちゃんと水が浸っていたので、ちゃんと溶けました。そうしましたら、プルプルに固まったいちごゼリーの上に牛乳プリンを乗せるべく乗せていきたいと思います。またこしながらやっていきますが、相変わらず道具はそれなのね、カラス。これでもちょっと、まあネタバレになっちゃいますけど、分量間違えました。はい、すいません。ということはっていう感じなんですけれども、まあ結果は最後までお楽しみに、想像しながらお待ちください。そうしましたら、牛乳プリンの方も冷やして固めていきます。はい、固まりました。プルプルです。ここまではいい感じですね。ですが、やはり初めてということで、ひっくり返して見てみましょう。こっちは試食用で、はい、出来上がりました。オープン。
この重さのいちごの重さで牛乳の方がうまく耐えられていないのか。おっと、やはり崩れ始めた。大きい方はよっぽど重たいから心配だ。オープン。ん？ちょっとここまではうまくいってそうには見えなくもないが、どうなんでしょうか。試食をします。味は良かったです。素材の味だけですからね、ほぼ。やはりカルロスの腕は関係なかったかもしれない。味にはこんな感じでポロポロに仕上がりましたが、お家に帰って食べていきたいと思います。それでは皆様、アディオス。